はい、こんばんは。8月13日か。申し訳ありません。8月13日、月曜日、午後10時30分を回りました。4号頻号な夜、第487回。今夜もどうぞ、よろしくお願いします。ちょっとマイクの感度が良すぎるのかな。音がハウリングしてますけど、OK かな。はい。今日も暑かったですね。宮崎は猛暑日35度8分まで上がったようです。最低気温が25度8分ぐらいで、今もこの部屋すごいもわっとしてます。暑いですね。風があまり吹いてこないので、もわっとした空気。まあ、風が吹いてもそんなになんか気持ちいいような風っていうよりも、なんかもわっとした風が入ってきておるところでございます。今日は街頭署名活動お休みをしまして、父と二人で墓参りとかあちこち、用事を済ませました。墓参りはね、月に一回、まあ、不定期ではありますけど、必ず行こうということで、いつも親父と話をしているんですけど、今日もね、盆の入りの今日、行こうということで、行ってまいりました。まあ、さすがに、墓苑は人が多くて、まあ、車がかなり渋滞してましたけど、まあ、日頃はね、車が2、3台、ポツンポツンとあるぐらいなんですが、もう今日はもう大変でした。まあうちの親父って墓に行けば気が済むので、お墓にいる時間って非常に短いんですよ。あれ固まった。本当、お墓にいる時間っていうのは10分15分ぐらい。他の方はね、結構バケツを持ってきて、雑巾絞って、お墓を拭いたりするんですけれど、まあ、うちの場合には、まあ、時間があれば、しょっちゅう来てますし、まあ、花の入れ替えも行ったり、掃除もしてるんでね、まあ、そんなに毎回、念入りに掃除をすることがないので、お花を入れ替えて、湯飲みの水を入れ替えて、線香をあげて、拝んで帰るという、非常に短時間で終わるんですけど、まあ、それでも、親父は安心しきって、あ、来てよかったな、来てよかったな、ということで、お墓参りが終わるんですけど、お墓参りが終わったら、まあ、必ず、まあ、親父の好物のラーメンを食べに行くと。いうのが恒例行事になってます。まあ、ずっと家にいたり、あまり遠くに行かないのでね、まあ、そういった気分転換も兼ねないといけないかなと思っておるとこです。まあ、僕はその後、親父を、家に下ろして、お昼から献血ルームに行ってまいりました。今日で81回目。結構ね、献血も続きますね。僕の場合には、成分献血を行ってるんで、2週間に1回なんですね。普通は、全血だったら、8週間に1回なんですね。血液を作る時間がかなりかかりますんで。でも成分献血の場合は、赤血球は返すので、血液増血に関しては特に問題ないので、2週間に1回、
まあ、西軍献血を行ってます。結構ね、お盆ということで人が少ないかなと思ったんですが、結構月曜日の今日は多かったですね。はい。ということでね、結構ね、左手で検査をして、右手の方で献血を、採血をするんですけど、まあ、この、見えないと思うんだけど、ここあざがね、できてます。まあ、ポコッともへっこんでます。まあ、あの、なんだ、覚醒剤を売ってるような感じの注射針の跡が残っているんですけれど、これは献血です。はい。81回目。あと19回で100回目。まあ、何事もね、100回を目指してやっていかないといけないかなと思ってますんでね。まあ、これからも2週間に1回献血を行っていきたいと思います。まあ、ということで、まあ、あの、今日は割とゆっくりした時間を過ごしているんですけれど、でも、動き的には結構急いで動いていかないといけない部分が出てきてるんでね。まあこれどうしようかなと思ってたんですね。宮崎でも動いた方がいいとは思っているんですが、私以外の方が動いていただけると非常にありがたいなと思っているんですけど、まあ周りの様子を見ても誰も動いていくような気配がないので、手を挙げたんですけど、先ほども、冒頭、画像を紹介したんですけど、もう一回紹介できますかね。この使い方ってちょっと、分かれかねているんですけど、サイドバイサイドにして、ソース B に、これ、さっき紹介したのは、アクタ、ACTA って書いてますけど、アンチカンターフェイティングトレードアグリーメント、模倣品海賊版拡散防止条約という、条約が8月4日参議院で、まあ、批准をしますということを可決したという情報が流れてきているんですけれど、この、アクタ、何が問題があるのかということなんですけど、もともとは自民党政権、小泉政権の時に日本が提唱した条約で、いわゆる中国の模造品、海賊版を、追放しようと、なくそうということで動いてきた条約なんですね。6つの国が条約に批准すると、アクタが発動するんですね。日本も今年中に批准をしようというふうにして動いているんですが、これなんでまあ反対をしているのか、動いているのかということなんですが、これがね、この前決まっちゃった改正著作権法、違法ダウンロードの厳罰化、ここと関わってくる部分もあるんですね。いわゆるその違法ダウンロードの厳罰化っていうのは、違法か合法かという線引きが非常に難しい中で、音楽業界、映画業界を保護するというような意味合いもあるかと思うんですね。これもう一回、はい。思うんですが、そこで、どこに違法と合法という線引きをすればいいのか。ある中高生が、何も知らなくてダウンロードしたものが海賊版であった、違法であったということが分かった場合に、ダウンロードした側も捕まる可能性がある。
まあ、当然、未成年者ですから、保護監督ということで、保護者あたりも、問題になってくるのかなというところなんですが、そのあたりがはっきりとしない改正著作権法なんですね。うん、ですんで、今、YouTube なんかでも、YouTube はプログレッシブ再生方式と言って、一旦、結構動画のデータって大きいんで、先読みっていうか、どん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 データを、コンピューターにダウンロードして、ダウンロードしながら再生をすると。一時的に自分のコンピューターにデータが入るんですが、再生が終わったら、まあ、データ消える。消えるというか、再生が終わっちゃうという方式なんですがね。そのプログレッシブ再生方式も、この違法ダウンロード厳罰化に、触れちゃうと、問題があるということで、多分 YouTube とか Ustream とか、そういうところは、対処方法を考えているんじゃないかなと思うんですが、そこに加えて、模倣品、海賊版、拡散防止条約が入ってくる。何が問題かというと、海賊版がインターネットに流れて、それを、知らずに使ったりした場合、処罰の対象になるということですね。それと、海賊版とかいう動画、音楽を、どこで判断するのかというとこなんですよね。海賊版というのは、一応、レコード会社から許可を得ずに曲をダウンロードしたやつを CD に焼いて売ってるんですよね。だから、正式な、販売されたやつをコピーして売ってくる。ですんで、表向きはコピーか海賊版かわからない。どこでわかるかというと、パッケージとか、CD の作りが、安っぽいとかね、そういうところ。でもデータ的には、音源的には、どうやって海賊版、正式版というのを見分けるの？まあ、昔はコピーガードというのが入っていて、コピーできなくなってたんですが、コピーガードが当たって、データそのものに、海賊版か、正式版かを判別するようなものっていうのがあればいいんですけれど、どこもないですよね。僕なんかも、動画のコンテンツを作って、YouTube なんかにアップしてますけれど、その際に、YouTube の方で、あなたの動画は正式版でありますということを証明するようなコードは発行されません。ということは、僕の作った動画をダウンロードして、違法にコピーして、どっかにアップロードする、あげちゃうという方も出てきます。その時に、僕以外の人間がアップロードした動画の方を正式版に見られちゃうということも出てくるわけであって、そこで正式版と海賊版っていうの違いというのがわからない。まあ、著作権を、主張して僕の動画であるっていうことを、まあ、証明すればいいんですが、証明する元になる正式版のコードっていうのは、今どこでも発行されておりません。それがないので、どこで海賊版と正式版というのを区別するんですかと。それが非常に難しいんですよ。そうなってくると、YouTube とか、Ustream とか、あと動画をアップできる Facebook とか、いろんなソーシャルネットワークのサイトがアウトになる可能性がある。正式版であっても、じゃあどこで正式版ってこれ証明できるの？証明
できないと、これダメだよ、ということになってくると、こういった、音楽、動画なんかを多数保有するサイトは、例えば僕のように1500本動画を持ってます。その1500本すべてに正式版ですよっていうことを証明するようなものをつけなければ、もしかすると僕の動画も海賊版だと言われる可能性があるんですよね。そうなると膨大な動画を、音楽データを YouTube はどう正式版として証明していくのかっていうところが非常に大きな問題が出てきます。それを日本政府は本年中に批准をしたいと。批准する国が6つ以上あれば、これは条約として批准されるということで、非常に時間がない。下手すると、YouTube、Ustream、Facebook、Twitter が閉鎖される可能性というのも十分にあります。いわゆる、なんていうかな、インターネットの自由がなくなるということなんですね。それが日本が世界に提唱して条約を、発動していこうというふうに動いているんですよね。果たしてどうなんだろうか。リアルでもですよ。なんだ、街でのストリートミュージシャンたちが活動できなくなってきてるんですよね。これ、締め付けが起きてきている。ネット上でも、そういったミュージシャンが自分で作った音楽を YouTube なんかにアップした場合に、いや、これはあなたの曲なんですかということをどうやって証明するのか。それを一回一回証明しないといけない。また YouTube にしては、その正式版であるということを証明するためのプログラムをどう作るんだろうかという問題なんですよね。だからもう、お手上げ。はい、もう YouTube は閉鎖。Ustream も閉鎖。なってくると、僕のように個人で市民メディアをやってる人間っていうのは、情報の発信する機会や場所が減ってくる。なくなっていくという可能性も十分にあるんですよね。だから、中国の模造品、模倣品、海賊版、それを追放しようというだけではないというところに、この条約の大きな問題があるわけです。すると、さっき言った、違法ダウンロードの厳罰化。それ以外にもあります。TPP、操作の障壁をなくして、アメリカでも日本でもどこでも自由に操作ができる、いわゆる別件逮捕がしやすくなってくるということ。まあ、これは自動ポルノが大きなネックになってるんで、自動ポルノ関係を中心に、操作の障壁をなくして、自由に操作ができるということにつながっていく。その中でも、さっき言った海賊版、正式版をどう、判断するんだというところが大きな問題になってくる。それと、今国会の、多分延長国会の中で多分出てくると思う、秘密保全法。これは、まあ、国家が国民に伝えてはいけない、伝えたらいけない、まずいような情報を特別秘密として隠すことができる。例えば、今回の原発の規制委員会の人事や、ね、なんでそういった人事をしたのかということ、情報公開を国民が求めても、いや、これは国家に関する秘密なので、これは公開できません。というふうになれば、もう公開
できなくなってくると。逆に原発関係の作業員とか、内部の人間が告発をする、国家の秘密を漏らしたら懲役10年という、なんだこりゃという怖い秘密保全法という法律もできてくるね。なってくると秘密国家、やる秘密警察が動く、なんか非常にね、独裁国家みたいな、なんか嫌な社会ができてくるという恐れはありますよ。オスプレイの安全性を確認するためにアメリカの方からチームがやってきて確認するんですけど、そのオスプレイの安全性の確認を取れましたよ。でもこれは秘密保全法によって公開できませんとなった場合どうなるの。逆にオスプレイの日本チームの関係者が実は、調べたらオスプレイには重大な問題があったんですということをインターネットで言ったら、はい、懲役10年というふうになっちゃうんですよね。もうこれ日本国憲法どこにあるのって、表現の自由、言論の自由どこに行ったんですかということ。日本政府は日本国憲法を勉強してるんですか。最低限の自由は保障されているわけであって、今言った法律が、条約が発動すると日本国憲法に抵触するということになるんではないでしょうかね。そのあたり本当に考えてるんだろうかと。違法ダウンロードの厳罰化、1週間2週間程度の審議で終わったわけでしょ。で、アクタに関しては小泉政権の時から言われたんですけど、その時はほったらかし、はい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 って置いておきながら、なんで急に今頃パパパと決めて参議院で批准を承認する可決までやったのということなんですよ。なんでこの時期にっていうタイミングが非常に悪すぎるというか、小泉政権下では始まった話ではありますけど、去年ね、去年の福島第一原発事故以降、政府与党がやること全てに関して国民が不信感を持っている。領土問題、オスプレイの問題、マイナンバーの導入の問題、いろんな問題に関して果たして現政権がきちっと対応できるかと考えた場合には対応できないでしょう。なんで今回の著作権違法ダウンロードの厳罰化、アクタ秘密保全法、全部国家の都合のいい方向に法律を作り変えていこうと動いている、国民を何と思ってるんだということ、また国民が声を上げづらいような仕組みを作ろうとしているっていうこと、これ自民党、民主党関係なく、今の国会議員の先生の皆さんは一体何やってるんだろう。インターネットに詳しい人間っているんだろうかね。ツイッター、フェイスブックで結構トラブルを起こす国会議員はいますけれど、逆にインターネットに精通した、情報関係に精通した国会議員さんって一体どのくらいいるんだろうか。でもこういったね、巧みにね、情報を操作するような法案を作ってくるっていうのは多分役人でしょうね。なんか、役人主導の政治をやめて政治家主導の
政治を行おうと民主党は動いていたんですが、やはり役人の言いなりになっている。というかもう、政治主導の政治はやめたわけですよね。結果的には。また官僚主導の政治に変わってきたから、このようなバカな法律、ね、秘密保全法というのが出てきたんですよね。うん。で、しかも、芥田に関しては自民党政権で作ったわけなんで、なんで民主党が批准するの？ね、一回、芥田やめます？これ自民党政権が作ったもんだからって言えばいいのに、そのまんま動いているわけでしょ。なんか民主党とか自民党とかね、言ってますけど、まあ仲良しグループでしかないということが、まあもう国民の皆さんは分かってるわけで、自民党が今度の選挙、次の選挙で政権に復帰しようと必死に動いていますが、多分無理でしょう。うん。まあ、国民が一番分かっていると思いますよ。国民の声、首相官邸前の抗議行動を見ても分かるように、もう既存の政党がこの国をうまく、引っ張っていけるかとなった場合、もう引っ張っていけないでしょうと。もう新しい、政治体制。うん、昔ね、漫画で読んだんですけど、八百屋の源さんが、総理大臣になって、仕事をしていくというような漫画があったんですね。うん、俺いいなと思ったんですよ。北欧の方では、ある都市の予算編成に、市議会議員だけではなく市民も参加して、その都市の予算編成を行っていく。しかも、仕事が終わった後、夜に議会や委員会が行われて、そこに市民が参加するというスタイルがあるんですよね。うん、こういうスタイルいいなと思ったんですね。なぜかというと、日本の議員さんってほとんども専属、もうそれ専門に仕事やってるんで、庶民的な感覚っていうか、そういうのも全くないんですよ。逆に仕事を持っている市民っていうのは、毎日ね、どうすれば、お金が儲かるのか、どうすれば経費を切り詰めてうまく運営が、経営ができるのか、それをいつも考えている。ね、そういった自分の仕事のノウハウを政治に活かせば、予算なんかね、あ、これはもっとカットできますよ、ということはわかるはず。それがもう、なんだ、24時間、バカな議論をしている議員さんには、見えてこないんですよね。そういったところをね、日本なりの政治に変えていかなければ、世襲制の議員制度をね、これ変えていかなければ、もう日本の国っていうのはやっていけないと思います。ほら、この前増刊したなんとか進次郎に対しては、長老も何も言えないという、情けない状態になっているわけでしょ。31歳の小僧に対して、親分、長老連中が何もできねえって、そんな組織はもう必要ないと思います。もう国民を無視してますね。だからもう、政党中心の政治は終わり。終わりの始まり。ね。で、次の選挙は維新の会とか、国民の会とか、国民、なんとか党とか、まあ、党というか、党の会は、もう、党という名前は必要ないと思うんだけれど、いろんな国民がグループを作ったりして、政治に参加すると、どんどん物を言っていけばいいと思うんですよ。国民もね。だからもう、ほんと今、
ね、Facebook で、どこどこの祭りに行ってきましたって、どこどこの、飲み会に呼ばれましたって書いているバカな議員先生も、または、浪人先生もいらっしゃいますけど、もうダメ。全然見えてこない。Facebook を使ってる意味がない。自分らの考え方を有権者に伝える努力をしていない。で、あなたは、飲みに行きました。何話したの？いうこと書かない。ね、飲みに行って、今回は、TPP に関するお話をしました。私は TPP に関してこう思ってますということを、皆さんに話をしましたって書けば、あ、なるほどね、と、ちゃんとそういった話をしてるんだ、わかるんだけれど、イエーイ、祭りに行って踊りました。アホかって。ね。アホです。バカ丸出し。でしかないと思います。祭りに行って、ね、一言、TPP に関すること、オスプレイ問題に関することをお話をしてまいりました。と言えば、ああ、なるほど。さすが、なんだかどうだ。っていうふうなことになってくるんですけど、ね。これは、市議会議員、県議会議員、国会議員、浪人、関係なく、Facebook を使ってる議員先生、すべてに言えること。バカばっかりです。ね。国民に訴えようと、ね。せっかくインターネットがあるわけなんだから、なんでもっと訴えないのか。ね。何でも自分の主張を言えないのかっていうところ。でもネットを使うなっていうことですよね。一個人として書けばいいですよ。一個人と個人の区別をどうつけるのかっていうのが、さっき言った正式版と海賊版の区別ではありませんけれど、まあ厳しいことといえばね、あなた24時間議員先生ですよ。僕らも言われましたよ。教員の頃は、大谷くん、先輩の先生からね、大谷くん、あんたは24時間、生殖、子供を預かる教員ですよ、と。そのことは、ずっと頭に置いとけ、言われましたよ。それは議員も同じじゃん。24時間、議員先生なんですよ。何があってもね。医者も、病院の先生も、24時間、病院の先生。ね。いつ患者がやってきて対応しないといけないのかっていう問題もあります。学校の教員も、いつ子供がね、例えばどっかで万引きをしたって言われたら、夜でもスーパーに行ってすいませんでしたって言われたら申し訳ないといけない。いつどんな問題が起きるかわからないんですよ。ね。だから飲みに行こうが何にしようが、それは個人の自由ですけれど、24時間、ね、議員さんなんですよ。浪人先生なんですよ。24時間、常日頃、酒飲もうが、どこに行こうが、何しようが、国のことを考えてほしいですよね。うん。もうみんな見てるんで、Facebook で。そのあたりちょっと、人の目を意識して動いてもらいたいなというふうに思います。本当、国の様子を見ると終わりの始まりがやってきそうだなということ。領土問題に端を発するのか、オスプレイ問題なのか、はたまた国内の事情で終わりの始まりが始まるのか、わかりませんが、ばーちょっと、もう、あ、どうなったの？というようなことになりかねません。今、反対しないんで、いつ反対するのだ？ということでございます。どうぞ皆さん、声を上げましょう。何でもいいで、ね。自分の、利害関係で、物が言えないこともあるかもしれませんけれど、意思表示は、しましょう。でないと、なんかぼーっとしてる人間に思われますよ。
いうこと。はい。まあ、市民メディアの私としては、どん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 情報を発信していって、世論形成をしていくっていうところまでやっていきたいと思います。で、今回のアクタ、アンチアクタで、脳の声を上げる動きを宮崎でも行っていきたいと思います。まあ、ポンと、デモ行進を行うということはできませんが、だから会場を借りてね、このアクタに関する勉強会、情報交換、また署名活動を行っていく、映像関係、音楽関係の方々に訴えていくということをね、どん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 やっていって、まずは署名活動を行っていく。今僕と街頭署名活動を、これミニボートピアに関して行っているんですね。それ内容をちょこっと、例えば2時間行っているんで、1時間がミニボートピア、1時間がこのアクタの話をしていいのかなと思ってるんですよ。まあ、一応、ミニボートピアの反対で、県警さんには許可証をもらっているんですが、この前、やっと50日目にして、おまわりさんがやってきて確認したんですが、それ以外ほとんど、確認はしに来ないので、警官がね。まあ、ちょこっと、アクタの反対署名活動をやってもいいのかなと、もし見つかったら、ごめんなさいと、頭を下げればいいわけで、その付近と考えて、頭を使って行動したいと思います。ということでね、アクタ、反対しましょう。で、なんでお前は反対ばっかりしてって言われてますけれど、オスプレイに関しては、反対賛成、ちょっと控えたいと思います。まあ、昨日も言ったように、あと、日米同盟というよりも、やはりその、日本って軍事産業ができないという国ですよね。やっぱりアメリカという国から、予算を組んで、また日米同盟の中で、安保条文の中で、そういった、機材を提供して、まあ、森林、近隣の国々に対して防衛力を持っているという中で、昨日も言ったように、オスプレイが悪いんであったら、1年、2年かかろうが、機体を回収するという、猶予は、勇気は必要ではないのかなと思うんですよね。本当に、米軍の言うように、オスプレイは、優秀な機体であるんだったら、ね、事故の、頻度を少なくするための改修工事、修理は必要であると思います。そんでね、オスプレイ配備反対、賛成、以前の問題で、まずは修理しましょう。悪くら直しましょう。改善しましょう。というところです。まあ基本的にはどうなんだろう。もう弟が自衛隊にいるんだけれど、まあ自分の国は自分で守る。ですんで、自衛隊がいればいいと思ってはいるんですがね。うん。もう沖縄に4年間いたんで、米軍の基地を見ると、やはり沖縄の土地は沖縄に返してほしいとは、思ってます。だから難しいですね。はい。ということで、まあ、オスプレイはまた置いといて、とりあえず、アクタのこと、秘密保全法のこと、もっと多くの方に知ってほしいと思います。知らないと、ひどいことになりますよ。ある日、YouTube が終わったの？っていうようなこと。Facebook も使えないの？どうして？って、騒いでも、後の祭りでございます。はい、ということね。今反対しないといけないんですよ。今反対しないで、いつ反対するんだということになりますんで。はい、声をどんどん上げていきましょう。
はい、ということで、今夜の、4語金語な夜、終わりの始まりということでお話をしました。第487回、この付近で終わりにしたいと思います。それじゃ、失礼します。